こんにちは、大悟ファミリーのとなママパパです。イエーイ、せーの、シュンくん900人ありがとうございます。アンパンマン、アンパンマン。はい、登録者数が900人を突破いたしました。イエーイ。これも皆さんが登録をしてくれたおかげで突破できました。はい、ということで、あんまりライブに登場できないドシちゃん、一言お願いします。これからも1000人向かって頑張ります。おお、いいね。なんちゃんどうぞ。900人になってもライブでコメントをずっとやってほしいです。おお、なるほど。なんちゃん時々ライブで出てくるもんね。そうですね。パパからありますか？パパからは、やっと、大根ファミリー1年も経ちました。はい、1年経って900人、はい、まだまだ頑張りますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。お願いします。イエーイ。じゃあママからも、家族4人でほのぼの動画で900人突破ということで、とっても嬉しいんですが、これからも家族4人仲いいところを動画でいっぱい出していくので、もっともっと登録者数が増えたらいいなと思ってますので、お友達たちにみんなに広めてほしいなと思います。イエイ。ということで、突破記念動画の時は何するの？ジュニア、なんか作る、なんか作る。そう、こういうね、なんとか記念の時にはドシちゃん、ナシちゃんに何か作ってもらうんですが、はい、今日作ってもらうのは、まあ、今回もスイーツなんですけど、はい、スイーツやな。スイーツ、今日のスイーツは、そうそう、これ誰も知らないのよ。今日のスイーツは、じゃん、ガトーショコラ。ガトーショコラって何何何となっておりますが、チョコレート、チョコレートの、まあ、ケーキチックな感じのやつでございます。で、簡単にできるガトーショコラを2人には作ってもらいたいなと思っています。はい、ということで準備していきますよ。はい、はい、はい、やっていきます。はい、よいしょ。ショコラを作っていきたいと思います。はい、じゃあまずドシちゃん、ナシちゃんは、はい、手袋をね、特に僕ちゃん、いや2人ともですよ。1つでいいの？いや2個渡してよ。めっちゃ重要なことあるじゃん、これできんの。そんなことない、そんなことないです。これだけなんで大丈夫。はい、意外と少ない。その後ろ向きな感じは嫌ですね。前向きにいきましょうね。パパ、手袋できた人。はーい、はい、じゃあ割って、あの人はこれ渡します。で割ってここ入れていってください。あの、この1個かけらずに、ね、この上でね、1個かけらずに、はい、そうそうそう。なんかお皿もうちょっとあれば。はい、すげえ。これ入れた？はい、はい、意外と。なしちゃん、1枚ずつやった方がいいで、そんな2枚一気に割られへん。中に1回預けといたらいいや。1回預けとこ、なんか入れる。そうそう、それでいいよ。こうやって割って、はい、入れて、いいよ、入れて、中入れたらいいよ。こうやってやればええやん。そうそう、一かけずつやったらいい。いいよ、一かけずつ入れてほしいんですよ。これ、はい、ちょっとなっちゃん、これ服を置いておこうかな。楽しい。はい、どっちゃんもパパを置いてあげてね。楽しいよ。楽しいでしょ。楽しい。ここの上で寝て置いたでしょ、どっちゃんだよ、なっちゃん。おお、綺麗。はい、じゃんじゃん、じゃんじゃん、割っていってください。まだ強いから。何ね、うん、力が強いから、なんかマシュマロ、ちょっと一とこマシュマロ来たけど、まあいいでしょう。いいよ、これどうせ溶けるから溶かすんだ。うん、溶かすのよ。だからもう全然いいよ、それは。これは適当に、うん、かっこいい、うん、いいよ。できました。
できました、できました。じゃあもう一枚いますので、お願いします。やばい、これ半分こしていいのと半分こしていいのと、すいません、うん、2人で、どっちかで、なんか向こうも見えてたよ、何回も出してきませんので、ね、OK、できましたか。はい、まだ、そうですね。はい、このバターをここに全部入れてください。全入れ。いけ。ほら。自分で手で入れていい。あ、手で入れてもいいよ。いいよいいよ。手袋してるから。で、ロシちゃんはこの牛乳入れてください。入れた？入れましたか？いくよ。はい。すげえ。はい。入れましたか？これ牛乳でいいの？そしたらですね、はい。これを混ぜる。混ぜない。電子レンジで溶かします。うん、なので今からこれは電子レンジで電子タイム。はい、500ワットで60秒チンしてみたいと思います。はい、ちょっと待っててね。はい、ちょっとチンしてきました。じゃあちょっとこれをね、どうしちゃうね。ゆっくり混ぜ混ぜ。でこれが。これが、ちょっと待って、これが、あ、いけそうやね。ほんならちょっと2人で混ぜ混ぜしてください。すげえ、真っ黒が溶けてる。うん。真っ黒色が。見て。すごい。もうちょっと早くしたいな、かんちゃん。はい、押していこう。なしちゃん危ないな、うん、こぼしそうだな。ママ、え、ママママも参加するかい。こんな感じになりました。ちょっと混ぜてて、ちょっと混ぜて、混ぜてもらってる間にママちょっと卵を1個取ってきます。卵が残っているのでパパがちょっと修正します。卵残ってる、うん、チェックチェックチェック。じゃあこれ混ぜ混ぜパパにしてもらって、ここにほんでどうしちゃん卵を2回に分けて入れてます。だから今半分2回に分けれるか。カセオン。半分半分ここ入れて。分かった分かった。いいよ入れて。入れるね。半分ね。あっとか言って。はい。でもうちょっとじゃない。混ぜ混ぜ。こんなもんしょ。じゃあ最後は僕。全部入れていいもんそれ。入れちゃうよ。はい、お願いします。はい、入れました。変な色になっていた。はい、OK です。変な色から変な色に変わっていた。さてと、はい、これで、はい、これって黄身も白身も入ってるの。はい、全部入って、溶き卵をママが下で作ってきました。それでですね、はい、このマフィンカップに、はい、これ6個あるのかな、6個あるので6等分これを入れてってほしいのです。固まってきた、なんか固まってきた。卵入れたら固まるんじゃない、これ。そうかもね、ちょっとわからないですけど。適当に、これが多いこれが少ないはやめてね。なんかちょっとずつ、ほんでどっちのスプーンがいいか分からへんから、もう2個持ってきて。どっちで入れますか。それはあれちゃん、大きい方がいいんじゃない。いや、大きい方、うん、大きい方にするか。ちょっとずつ入れて、どれぐらいの量。いつも苦戦してる。どうし、今日はいけるのか。はい、もう何回もさ、こういうのになりそうだから、もう任しとる。で、これをね、いや、これね、紙でふにゃふにゃしてるから持ち上げれないんですよ。ちょっと超危険やな。ちょっとね、言い上げてらん。うん、ちょっと怖いじゃん。思ってることができないっていう、怖い。いくぞ、いくぞ。三。いや、もう、やか。どうしちゃんが一回やって、なっちゃんも一回やったら、もちろんダメ。うん、いいよ、もう。いけ。ほぼほぼもう下に、スプーンにゼロなんじゃない。ゼロ。じゃあ次、なっちゃん入れてみ。そのどうしの続きに入れてみ。めっちゃ難しい。はい。じゃあどこでどこ、俺ここにいるね。ここに行くんだ俺。にいるよ。はい。そんなにちょっと？
いいよいいよ、とりあえずいいよ入れて、うん、こぼすもんね、こぼすやもんね。あ、めっちゃ怖い。なんかすごいね、慎重なんですごく時間がかかっちゃいます。ということで、ここは早送りでママが入れていきたいと思います。めんどくさいは言わないになっちゃう。何でもやることが大変なんですよ。それを頑張ると美味しいガトーショコラが食べれる。今すぐ出ます。いいやんか、ね、いいやん。じゃあもうやってください。はい、これで入れ終わったら1個ずつ電子レンジで500ワットで40秒チンしてください。4×6 やから4×24で24で、粗熱が取れたらそのまま食べてもらってもいいですし、冷やして食べてもらっても大丈夫です。はい、ということでこれを今からチンして冷やしてここに戻ってきますので、それまでしばしお待ちを。ではやっていきます。じゃあよいしょっと、ですね、500ワットで40秒チンして粗熱を取って冷蔵庫でちょっと冷やしてみました。ちょっとね、すごい膨らんだんですけど、ちっちゃくなりましたね。どれでもいいよ、取ってください。そしたらですね、いや、ここにね、オーペンって書いてあるの。うん、そこで切って出すん、出すん、出すん、こんな感じね。こういう感じ。こういう感じでしょ。お皿みたいなやつだけは残せない。残さないよ、これも取ってできました。ですね、筒、容器、型から取ってこんな感じになっております。ちょっとママのちっちゃめですが、はい、その上からですね、ちょっとおしゃれにこのシュガーパウダーを振りかけてみたいと思います。ナイス、シュガーパウダーです。砂糖っていう意味。そう、シュガーと砂糖、シュガーパウダーをかけたいと思います。全員に、全員です。ではパパからいこうかな。ママからかかってるけど、パパからじゃない、パパ自分で。いいよいいよ、私すんの。うん、そのままかけて。ありがとう、いきますよ。なんかそれかっこいい、なんか見たことあるな。雪降ってるんだ。あられかっこいい、おしゃれでしょ。こんな感じになりました。浮きながらしてる。はい。すげえ。みんな終わった？はい、これを食べていこう。はい、それでは皆さん、400人記念を。じゃあ900人です。半分以下になった。半分以下になって今で申し訳ない。900人を記念してできた。ガトーショコラ食べましょう。いただきます。はい、いただきます。上手にできたかな。うめ、どうですか。うまい、おいしい。どうどう、うん、あ、いい感じじゃない。どう、おどしちゃん。うんうんうん、意外と簡単でしょ、うん、溶かして混ぜてチンして、うん、900人ですけど、うん、パパはこれからどんな感じのことを考えてます。とりあえず2月中に1000人。あ、いつもライブでも言ってるね、うん、それは一応目標で、うん、頑張っていこうってことだね、うん。一口で言ったけど
やっぱり1000人超えたらね、うん、その後はやっぱり2000人、3000人、4000人、1万人なんかやっぱり一桁変わるって大きいと思うよね、うん、100人単位から1000人単位に変わると、うん、やっぱりちょっとあ頑張った、ちょっと頑張ったじゃないけどなんかそういうのあるよ、モチベーションが上がるというか、まあ、とりあえず一番の今の目標は1000人、うん、1000人だけでも全然違うし、うんうん、なっちゃんは何目標何もない、えあるでしょ、いっぱいチョコレートつけていっぱいファン作りたいの、うん、なしちゃんファンを作りたいの、なしちゃんファン多いやん、まだまだもっと増やそう、職人増やしたい、おー、じゃあもうライブで頑張らんたかんね、うん、どうしよう、職人って言うやろ、たまに頑張る、ごめんなさい、頑張るガシャンって言った頑張るガシャン、まあみんなでね、4人で頑張りましょうか、うんうん、やっぱりパパが毎日毎日さライブしてくれてるのもさ、うん、登録してくれてる人とか、まあ、登録しなくても遊びに来てくれる人とかとちょっと近い感じでお話ししたりしたいっていう気持ちが大きいもんね、そうそうそう、やっぱりそうするとみんながどう思ってるかとかみんながどう考えてるかっていうのをこう近くで感じることできるしね、まあ、これからも頑張りますよ、うん、大根ファミリーはみんなとワイワイほっこりできるような動画を撮っていくので、うん、そうですね、よろしくお願いしておきます、今後ともね、うん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 、そしていつか4人で聖地であるユニバーサルに行けるようにそこを目標に頑張っていきましょう、はい、はい、ユニバにはあれですか、これかぶって全然これでいきますサングラスかぶつけていくんですか、つけますママ、あ、お前ですかユニバ行くやったら冬のユニバがいいと思うよ、ミニオン、あ、多分夏行ったら多分死ぬと思うので、はい、まだちょっと ね、そういう風な企画で考えたいと思います、うんうん、行きたいと思います、はい、それではね、今日のこの動画が面白かったなと思っていただければチャンネル登録高評価たくさんとコメントよろしくお願いします、それでは今日はこの辺でバイバーイ。